こんにちは、CFP 認定者一級 FP 技能士の東條です。今回は2023年5月に行われた FP 二級学科試験の相続分野問い51から60までを解説したいと思います。聞き流し学習に対応しているほか、それぞれの問題についてなるべく落としたくない A ランク、できれば取りたい B ランク、落としても構わない C ランクに分けていますから、よければ参考にしてください。まずは問い51。この問題の正解は3番です。理由は、贈与税の延納は納付すべき贈与税額が10万円を超えていることが要件とされているからです。その他の選択肢については、選択肢1。贈与税の納税義務者は受贈者です。選択肢2。贈与税の申告時期は翌年の2月1日から3月15日までとされています。で、選択肢4、贈与税では仏納は認められていません。これは消去法で正解したい A ランクの問題です。続いて問い52。この問題の正解は2番です。配偶者相続人と血族相続人が両方いる場合は、配偶者相続人の法定相続分は血族相続人の順位によって変わります。第1順位なら1/2、第2順位なら2/3、第3順位なら3/4とされています。これは A ランクの問題です。続いて問い53。この問題の正解は3番です。理由は、代償分割をするためには家庭裁判所の許可を受ける必要はないからです。その他の選択肢については、選択肢1、遺産分割協議は部分的にすることができます。選択肢2、換価分割というのは被相続人が残した財産を現金に変えて分割する方法です。選択肢4、他の相続人から交付を受けた代償財産は相続税の課税対象となります。これは B ランクの問題です。続いて問い54。この問題の正解は4番です。理由は、公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、原本が特定の場所に保管されていて、改ざんの恐れがないので兼任不要とされているからです。で、その他の選択肢については、選択肢1、公正証書遺言を作成する際には証人2人以上の立ち会いが必要です。選択肢2、公正証書遺言と自筆証書遺言に効力の差はないので、内容が抵触する場合、作成日付が新しい遺言の内容が有効になります。なので、自筆証書遺言で過去に作った公正証書遺言の内容を取り消すことができます。選択肢3、自筆証書遺言の財産目録は自書以外の方法で作成することができます。これは A ランクの問題です。続いて問い55。この問題の正解は2番です。理由は、未払いの税金は債務控除の対象だからです。その他の選択肢については、選択肢1、非課税財産にかかる債務は債務控除の対象外です。選択肢3、初七日や四十九日のような法会にかかる費用は債務控除の対象外です。選択肢4、税理士報酬も債務控除の対象外です。これは A ランクの問題です。続いて問い56。この問題の正解は3番です。相続税の計算において法定相続人の数は民法上の相続人の決定方法をベースに数えるんですけれども、その際に放棄をなかったものとして数える、実子がいる場合は普通養子はその数に関わらず1人までしか参入できないという2つの特別ルールのようなものがあります。なので、この問題のケースでは、妻 B さん、
C さん、D さん、プラス1人の合計4人と数えます。で、相続税の基礎控除額は3000万円足す600万円かける法定相続人の数という式で計算しますから、3000万円足す600万円かける4イコール5400万円となります。これは A ランクの問題です。続いて問い57。この問題の正解は1番です。理由は、類似業種批准価格方式における批准要素は、配当、利益、純資産の3つだからです。利益を比較するという趣旨の株式の評価方法ですから、その年の利益だけではなくて、これまでの利益の蓄積である純資産と、利益や純資産を原資に払われた配当金の3つを比べるんだと思ってください。で、その他の選択肢については、選択肢2。大会社に該当する会社の株式の評価方法は、類似業種批准価格方式、または純資産価格方式とされています。選択肢3。障害者に該当する会社の株式の評価方法は、純資産価格方式、または併用方式のいずれかとされています。選択肢4。同族株主以外の株主が取得した株式の価格は、その会社の規模に関わらず、原則として配当還元方式によって評価します。少数株主にとっては、上場していない株式は売るのが難しくって、配当金を受け取る程度のメリットしかありません。なので、会社の価値に着目する必要性が乏しくって、配当金に着目して評価すべきと考えられているというのが理由なんだと思ってください。で、この問題はできれば自信を持って正解の選択肢を選んでいただきたいんですけれども、B ランクよりの C ランクとしておきたいと思います。続いて問い58。この問題の正解は1番です。理由は、青空駐車場は相続税の計算上、自用地として評価するからです。その他の選択肢については、選択肢2、非相続人名義の土地の上に、非相続人名義の貸し屋が建っている場合は、その土地は貸し屋建て付け地として評価します。選択肢3、建物の所有を目的とする土地の賃借権は、借地権として評価します。選択肢4、非相続人が借地権者である借地の上に、非相続人名義の貸し屋が建っている場合は、その土地は貸し屋建て付け借地権として評価します。これは A ランクの問題です。続いて問い59。この問題の正解は4番です。理由は、遺留分に関する民法の特例は、3年以上継続して事業を行っている非上場企業の株式を対象とした制度だからです。その他の選択肢については、選択肢1。除外合意をすると、自社株式の全部、または一部について、遺留分の計算上、ノーカウントとすることができます。選択肢2。固定合意をすると、自社株式の全部または一部について遺留分の計算上価格を固定することができますから、自社株の価値が上がっても遺留分で揉めるリスクが小さくなります。で、選択肢3、遺留分に関する民法の特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。これは C ランクの問題です。続いて問い60。この問題の正解は1番です。理由は、配偶者居住権の存続期間は原則として非相続人の配偶者が亡くなるまでとされているからです。で、その他の選択肢については、選択肢2、配偶者居住権は譲渡することはできません。で、選択肢3、配偶者居住権は建物を夫婦が共有している場合は成立しますけれども、建物を親子が共有している場合は成立しません。選択肢4、
配偶者居住権が成立するためには、配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、その死亡時期において居住しているなどの要件を満たす必要があります。これは C ランクの問題です。最後までご視聴いただきありがとうございました。過去問の他の問題については別の動画で解説していますので、動画の概要欄に貼ってある再生リストからご視聴ください。また、ウェブサイトでは過去問の丁寧な解説を文字ベースで見ることができますし、タッチ形式でサクサク問題を解くこともできます。こちらも概要欄にリンクを貼っていますので、よければご活用ください。FP 試験は過去問をきちんと対策すれば合格できる試験なんですけれども、カバーしなくてはいけない範囲がかなり広いので、毎日コツコツ勉強して知識を積み上げることが何より重要です。そこで、よければ無料で参加することができるお金の寺子屋のオンラインスクールをご利用ください。オンラインスクールでは、毎日その日にこなすべき課題が配信されて、それに従って勉強すれば、計画的に合格を目指すことができるようになっているほか、毎日ミニテストやライブ配信など、何かしらのイベントを開催していますから、コツコツ勉強するきっかけと習慣を作ることができます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。